こんにちは。知得週刊コサイ MC の飯田真希です。この番組ではコサイ市内のニュースや身近な話題を毎週更新でお届けしています。ゴールデンウィークですね。遠出ができない状況が続いていますが、近場での楽しみ見つけていきましょうね。それではラインナップです。まずは湖西市の影山武市長に市政の今を聞く教えて影山市長のコーナーです。今回はものづくり人材の育成や新型コロナワクチンの接種などについてお話を聞いてきました。さてここからは教えて影山市長のコーナーです。今日も影山市長にお話を伺ってまいります。市長こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。気づいてみたらゴールデンウィーク突入ですけれども、はい、本当ですね、はい、市長のゴールデンウィークのご予定はいかがなんでしょうか。はい、本当に気候も良くなってきて、はい、やっぱりどこかにっていうふうにはなるんですけれども、はい、今は新型コロナも第4波とも言われてますし、はい、緊急事態宣言がですね出たりして、まあ、今年も我慢のゴールデンウィークがイベントも少ないしやむを得ないですかね。そうですね、はい、そんな中ではありますが、はい、こちら、はい、50周年の、ね、記念のロゴマークも完成したということで、はいはい、職業訓練センターの方が作ってくださったんですよね。そうなんです。こういった 3D のプリンターで、うん、こういう形で50周年のロゴマークにメガネに見立てて作っていただきまして、はい、とってもいい感じですね。すごい技術がすごいですよね、うん、やっぱりこういったのすぐこう作ってくださって、はい、やっぱ職業訓練センターっていろんなこう企業の方々がこう研修とかトレーニングに来られるので、はい、こういったのもすぐにお作りいただきましたが、やっぱりものづくりのこういった町としてこういった形でのですね、まあ技術があるんだということもですね、はい、もっともっと広めていきたいですね。そうですね、はい、もうでもこういったね、はい、グッズなんかも、はい、ぜひこれからちょっと展開もね、そうですね、していただいて、はい、来年が市政50周年の、ま、記念事業を今計画していて、うん、今市民の方からもさまざまなアイデアもいただいてますので、うん、これから具体的にですねいろんな例えば商工会さんだとか、うん、JC 青年会議所さんだとか、はい、KSL 湖西最高ラボといったさまざまなこう前向きなですねご提案いただける方々とコラボして作っていきたいと思っています。そういったところでも盛り上がっていくといいですね、はい、そうですね。やはり新型コロナ、まあ、ウィズコロナなのか、はい、アフターコロナで次につながる形で将来につながる形での50周年のですね、はい、記念事業になればいいなと思っています。そうですね。ものづくりといえば、はい、そういったものづくりの中での、はい、人材育成も進んでいるということですね、はい、今回ですねこういったキャリア教育の受け入れリストということで市内の小学校、中学校、高校に対して、市内の企業46社がご協力をいただきまして、はい、例えば工場見学ですとか職業体験を受け入れますよ、また出前授業、出前講座として学校に授業に伺いますよというのをですね一覧のリスト化をこれしていただきました。これを見ることによって、はい、どの企業でどんな工場見学ができるのかというのも、はい、もう一目瞭然になるということですよね、はい、これまでももちろん工場見学とかはやられてるんですけれども、はい、全部学校がですね個別企業とそれぞれがやり取りしているので、はい、どこの学校がどこに行くというのはバラバラだったんですね、で今回こういったリストにすることでまずは市内のどの企業が受け入れてくれます、まあ、もしくは事業にしてくれますというのが分かって、はい、でこれを見ることでですねじゃあ今年はこの学校がここの会社に見学に行こう、また出前授業をしてもらおうということが体系的になりますので、はい、もちろんこれがですねさらに企業数が増えたりですとか、うん、講座の内容が充実することによってやはり子どもたちがこんなにすごい技術が湖西市にあるんだということを分かってもらって将来的にこの町に住んで働こうと
いう、まあ、地元に愛着を持ってもらうというか、地元の会社を知ってもらって愛着を持ってもらうということにつなげていきたいと思っています。はい、いや、いろいろ各種学校で、はい、こう年間の計画なんかも立てやすくなりますね。そうですね、うん、まず今回これはものづくりの人材育成コーディネーターが昨年の10月に来ていただいて、はい、半年間で作っていただきましたので、これからこれをですね、今ちょうど学校に配布しましたので、これから年間計画の中に入れていって、まあ、今年だけではなくてですね、こう数年かけて何年生はどこの企業に行こうとかですね、あの何年生の授業でこの企業からお話をしてもらおうということにそれぞれの学校で考えて、そしてまあ地域性なんかもあるでしょうから、地域に合った、また子どもたちに合った形でこれが活用されるといいなというふうに思っています。なるほど、まあ、こういった教育形でね、キャリア教育が進んでいくと、はい、やはりそれに興味を持ってくださる企業さんも増えていくっていうのもありますよね。そうですね、やはりあの、うん、メインの目的はまずはものづくりの人材育成で、はい、さらにはこれがあのもっともっと企業が増えたりだとか、まあ、商工会さんだとか金融機関とか、あとは小さい市に発明クラブなんかもありますので、そういったものをネットワーク化していくことによって、あの子どもたちが将来この町で住んで働こう、また企業間同士でもですね、連携が強化をされて、はい、企業同士でもウィンウィンの関係であの補い合っていくというようなネットワークをですね、これを契機にしてこれからも作っていきたいというふうに思っています。はい、さて市長、はい、コロナワクチンの予約受付が開始されましたよね。はい、4月の16日から、はい、65歳以上の方々の予約を開始させていただいて、直近ではですね、4月の26日までで、すでにもう、まあ、対象がだいたい1万7000人ぐらいいらっしゃるんですけれども、はい、今1万1500人ぐらい、約 67% の方にですね、約10日間で、はい、ご予約を、接種のご予約をいただきました。そうなんですね、はい、具体的には皆さんどのような形で予約受付っていうのはされてるんでしょうか。インターネットだとか電話受付だとか、はい、っていうのはどんな感じなんでしょうか。インターネットとお電話と両方で受付をさせていただいていて、うん、はい、電話回線はですね、もう初日はすごくつながりにくいというお話いただきましたけれども、うん、今は落ち着いていますし、はい、もちろんインターネットは24時間受付させていただいてますので、はい、順調にですね、今はどちらかというと新規の受付ももちろんですけれども、うん、予約日時の変更だとか、うん、その他のご相談だとか、そういったものが多いですね。なるほど、はい、もうインターネットの方がやっぱり便利で早いという感じでしょうかね。そうですね、やはり、うん、スムーズに予約ができていますので、はい、まあ、枠自体はですね、いっぱいになるということはありませんので、うん、まあ、焦らずにですね、ご都合のよろしい日時をなるべく合わせた形でですね、ご予約をいただければというふうに思っています。はい、現在は医療従事者の皆さんが接種を受けている状況だと思うんですけれども、はい、今後の流れとしては、はい、まあ、順番といいますか、はい、どのような形になるんでしょうか。はい、これはもう全国共通でですね、医療従事者の方、そして65歳以上の方々、その次に64歳以下というか、16歳から64歳という順番でやっていきまして、はい、5歳市の場合には5月の1日からいわゆる特養とかの高齢者施設に入っておられる方、また在宅医療を受けられている方などへのですね、巡回接種を5月1日から始めさせていただきまして、はい、で5月の8日からはですね、集団接種という形で湖西市の健康福祉センター小仏と新井の地域センター、ここでですね、集団接種を開始させていただきます。はい、順次私たちにもその接種の順番が回ってくるかと思うんですけれども、はい、私たちはクーポンを受け取ったら、はい、どのようなふうにすればいいんでしょうか。そうですね、まず接種のクーポンをお送りさせていただいているので、はい、そこでまずその番号をですね、おっしゃっていただきながら予約をしていただいて、はい、予約ができたら今度は予診、問診のですね、券をお送りさせていただきます。はい、で特に基礎疾患がある方などは、うん、かかりつけの先生がいらっしゃればですね、かかりつけのお医者さんにまず見てもらって、うん、接種してもいいですよというのをですね、もらった方がスムーズに接種がいくことになりますし、もちろん接種の当日もですね、予診がありますので、うん、はい、その時にそういったものをですね、おっしゃっていただくという流れになります。
はい、わかりました、はい、あとは当日ですね、やはり注射予防接種がありますので、うん、肩とか腕を出しやすい服装でお越しいただければと思っています。なるほど、はい、まあ、そういったところをちょっと注意をしながら、ね、まあ、時間短縮にね、はい、みんなでちょっと協力していきたいなというところでしょうかね、はい、できればそうですね、はい。市長、今年のゴールデンウィークは、はい、なかなかねちょっと遠出っていうわけにはいかないと思うんですけれども、はいはい、それでも少しはね楽しみがないとっていうところなんですが、はい、そうですね、はいはい、私たちには開古感がありますよね、はい、今年もですね、はい、4月の29日からうなぎつかみ、魚つかみといった、はい、こういった屋外でのですね、もちろん感染対策をして の、 イベントになりますけれども、ぜひ楽しんでいただきたいと思っています。はい、魚のつかみ取り、うなぎのつかみ取りは、はい、本当にね毎回大好評のイベントというか体験会なので、はいはい、私もね去年かな、はい、やらせていただきましたけれども、そうですか、やっぱりね、うん、こう家族連れだったりやっぱ子どもたちがねすごくこう楽しんでいただけると思ってますので、うん、まあ、感染対策をした上でですね、ぜひ楽しんでいただきたいと思ってます。そうですね、はい、でね、これつかみ取りしたものをその場ですぐさばいて、はい、食べさせてもらえるっていうのが、はい、食育体験にもつながると思うんですよね。なるほど、なるほど。でこれ小さい子どもなんかには本当にこの自分が取ったお魚がこうやって食べられるんだ、美味しく食べられるんだっていうのはね、はい、すごくいい思い出にもなるし、はい、そこから先のねこう本当の食生活っていうのにもつながっていくのかなと思うと、そうですね、うん、やっぱり地元の浜名湖とか、はい、遠州などで取れたお魚、うなぎもですけれども、はい、地元のこういった海の幸、海の恵みをですね、食べられるという幸せも含めてですね、食育として感じていただいて、やっぱり楽しみながらですね、そういった経験も積んでいっていただけたらと思っています。はい、こちら事前予約が必要かと思いますけれども、皆さんぜひゴールデンウィークにはこんなね楽しみもしてみていただきたいと思います。おうち時間の楽しみといえば、はい、テイクアウト の、 LINE の公式クーポンも結果が出たようですね。はい、おかげさまでですね、はい、1回目と2回目両方合わせて、はい、9500件以上のご利用と、まあ、金額にするとですね、はい、この LINE のテイクアウトクーポンで1400万円以上のですね、うん、消費といいますか、はい、ご利用いただきました、うん、非常にですね初めての試みでしたけれども、はい、これで初めてこのお店に行きたかったお店に初めて入ってみたとか、うん、美味しかったのでまた利用したいというお声もですねたくさんいただくことができました。そうですよね、はい、私の周りのママ友たちもみんな活用をしておりましてね、しかも、はい、行ったことがないお店に行ったっていう友達が結構多いんですよ。 なるほど。なんで本当に新しいお店の、ね、発見にもなったのではないかなと。そうですね、うん、しかも今まだどうしてもですね店内飲食というよりも、はい、うん、テイクアウトでっていう方も多くなっている世の中ですので、はい、今回ですねこれをきっかけに湖西市のホームページでもですね、うん、テイクアウトの応援ページということで LINE から引き続きですねテイクアウト応援のページを開設をさせていただきました。はい、どんなページになっていくんでしょうか。はい、これまでは LINE のテイクアウト応援クーポンのページでしたから、はい、それをですねこれからそのままテイクアウトの応援ということで、うん、今約50店舗に参加をいただいてまして、はい、やっぱりこれもそのままお店でのですねメニューをテイクアウトできますということで引き続き多くの方々にご利用いただきたいというふうに思っています。それはいいですね、はい、いやここから先も先行きが不透明なコロナなので、はい、そういった形でねいろいろなお店でテイクアウトができる、しかもね、ちょっとお得にできるっていうようなね、情報があれば私たちも使いやすいと思います。そうですね、うん、やはりテイクアウトで、うん、楽しみながら美味しく食べながらそして飲食店などの応援につながればいいかなというふうに思っています。はい、今後も私たちも活用していきたいと思います。市長、今日もありがとうございました。ありがとうございました。最後にこの放送をご覧になっている湖西市民の皆さんに一言メッセージをお願いいたします。はい、これからゴールデンウィークが始まります。新型コロナ第4波とも言われて我慢の連休となりそうですけれども、これから
湖西市でも新型コロナのワクチンの接種が始まります。65歳以上の方々、そしてその次には64歳以下の方々と順番に接種をさせていただきますので、この新型コロナに打ち勝って、また安全で安心な日常を取り戻して、皆さんと一緒に楽しく、そして持続可能な明るい街づくりを行っていきましょう。引き続きどうかよろしくお願いいたします。さあ、ここから5月に入っていくと、はい、ますます日差しも強くなっていくと思いますけれども、 そんな太陽も味方につけて、はい、引き続き全力投球でよろしくお願いいたします。はい、頑張ります。以上、教えて影山市長のコーナーでした。番組では影山市長への質問を募集しています。市政に関することや街づくりについての意見を番組までお寄せください。さて、続いてはプレイバック企画、あの素晴らしい湖西をもう一度です。今まで放送した VTR の中から反響の大きかった回をお届けします。今回ご紹介するのは、今年で創立26年目を迎えた湖西バレーボールスポーツ少年団。全国大会にも幾度となく出場した実力のあるチームです。一体どんなチームなんでしょうか。はい、というわけで今日は湖西バレーボールスポーツ少年団にお邪魔しています。皆さん、こんにちは。こんにちは。お元気な挨拶ですね。さあ、それではですね、まず菅沼団長にお話を聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。湖西バレーボールスポーツ少年団はどんな団なんでしょうか。旧湖西の小学生を対象にした、はい、1年生から6年生までの、うん、バレーボールのチームです。はい、もう歴史どれぐらいになるんですか。今年で26年目に入ります。26年目。はい、かなりの歴史なんですね。はい、チームのモットーは何でしょうか。そうですね、ここは、バレーボールを強くしようというよりも、はい、バレーボール通じて仲間作りであったり、うん、楽しくバレーをやろうというのを注目的にしています。なるほど。その雰囲気が今ちょっと、ね、拝見しただけでも、よくわかる感じなんですけれども。はい、ありがとうございます。この中で一番元気な子っていうのは、はい、すごい、俺もうね、インタビューをしてくれと言わんばかりに、はい、もう声援がね、ちょっと近くにいてくれたので、じゃちょっと話を聞いてもいいですかね。はい、練習は楽しい。はい、楽しいです。バレーは好きですか。好きだよね。はい、大好きです。なんでこの少年団に入ろうと思ったの。まあ、兄の付き添いとかは。お兄ちゃんがじゃあいるってこと。はい、あ、お兄ちゃん、はい、お兄ちゃんね。はい、お兄ちゃんじゃあなんでバレー最初やろうと思ったの。楽しそうだから。楽しそうだから。実際どうだった。楽しい。みんなバレーボール好きですか。はい、はい、はい、はい。いや、このスポーツ少年団楽しいですか。はい、どんなところが楽しい。どんなところが楽しいですか。試合です。試合。もう試合でじゃあどういう感じ。なんかみんなで協力してやっていくのが楽しい。うん、自分以外の小学校の他の子たちと一緒に練習ができたりするのが楽しいです。今僕は静岡なんですけど、はい、キャプテンの岡所の翔也君とも仲良くなってきましたし、うん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 、すごい仲良しなんだ。はい、喧嘩したりすることはないの。ない。全くないです。そうなんだね。中学入ってバレーボール2人ともやると思うんですけども、そしたら敵同士なんでね。うん、そうだよね。はい、岡崎中と鷲津中っていうことでね、ライバル同士になると思いますけど、はい、どうですかそこら辺は。負ける気はありますね。おー、負けた。こっちも負ける気はありません。いや、ここでねちょっとバチバチというね火花が散っておりますけれども、でもまだ今はね同じチームメートとして仲良く力を合わせてっていう感じだよね。はい、みんなすごい仲良しだね。仲良しですか。はい、いや、この2人は僕らガチめに仲良し。ガチめに仲良しですか。はい、もう
絆で結ばれてます。お、絆で結ばれてるの。はい。少年団のみんなとっても元気で仲がいいみたいです。そんなみんなの練習の様子を見せてもらいました。そうですけれども、これはどういう練習なんですか？これも、ボール感覚の練習で、自分でどのように、ボールを出したらまっすぐ上がるのか、どのように動いたらボールがキャッチできるのか、はい、まずボール出しとボールが落ちてくるところを早く理解して、はい、その場所に入ってキャッチする。これもボール感覚ですね。なるほどね。こういった練習、本当にいろんなメニューがあると思うんですけれども、それぞれにやっぱり目的があるわけですよね。そうですね、うん、はい、バレーボールを通じて子どもたちに学んでもらいたいことって何ですか？一番はやっぱり思いやりですね。やっぱりこれだけ言いますとレベル差が出てきますんで、はい、やっぱり上手な子は、あ、俺は上手なんだじゃなくて、少し劣る子にも優しく接する。で、まあ、逆に、劣る子は、あの子はあれだけできるんだから私も頑張ったらできるようになるなということで、お互いに思いやることが大切かなというふうに。なるほどね。いや、でも本当にね、そういう形で皆さん楽しくね練習をしていて、すごくこうバレーボールに対しても楽しいっていう思いはすごく持ってるなっていう印象ですよね。いや、本当にスポーツ少年団のみんな、県大会そして全国大会にも出場できると思うんですけれども、その大会に出場できるという秘訣といいますか、何でしょうか？まずは楽しくできること、それから仲間作りできること。バレーボールやっぱりチームプレーですんで、そういう中でやっぱり仲間というのが大切かな。で、それを伸ばしていくことによって、県大会でいい成績も収められるでしょうし、まあ、運が良ければ全国大会にも行けるということになると思います。普段からの仲間作りが試合でのチームプレーにつながっているんですね。ここで私も練習に参加させてもらいました。私も混ぜてもらってもいいかな？お願いします。お願いします。教えてください。え、今何やってんの？一人バレー。一人バレーってどういうこと？はい、あー、そういうことか。何回かここでやるんじゃなくて、もう1回ずつでこう返してっていうのね。はい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 。今ちょっと全然ダメだったと思うんだけど、ちょっとアドバイスしてもらってもいいですか？そう、上にある感じ。ああ、なるほどね。力を抜いて当てて、ちょっと越すぐらいのイメージ。あ、本当。わかりました。ありがとうございます。バレーすごく苦手なんですけど、少しね、キャプテンとこの2人にアドバイスをいただいて、少し上達した気がします。ありがとうございます。2人はヘアスタイルをお揃いにしてんの？僕もともと汗かきやすくて、坊主にして、はい、行ったらたまたま試合と同じ髪型とか。あ、たまたまなんだよ。そこもやっぱ気が合うんだね。はい、そうなの。坊主気に入ってる？気に入ってる。もうじゃあずっと何、中学行っても2人とも坊主のまま？それはそのまま行くと思います。おー、いいですね。あ、ここにも、あとまだもう一人坊主来た。ここがいない。スポーツ少年団の坊主チーム。はい、坊主好きですか？はい、はい、坊主は気に入ってます。すごい可愛いんですけどね。なんかすごいね、バレーボール選手っていう感じがしますね。ね、一番サーブ上手い子って誰？ショウ。ソウマ。お、ソウマくん。ソウマくん。ソウマくん。ソウマとショウヤ。はい、じゃあショウヤさんですよ。ショウヤさん。キャプテンがやっぱり上手くて。まあ、じゃあとりあえずいいよ。キャプテンから、キャプテンから。みんなでちょっとサーブの力が違うんですよ。へぇー。打ち方が。そうなんだ。じゃあまずキャプテンからお願いしましょう。じゃあ向こう行って私が受けるんで、お願いします。はい、受けれるかな？大丈夫かな？ちょっと。はい、お願いします。怖っ。早い。いやー、小学生
早い。そうな、そうな君のサーブの方がすごいっていうことなんですけど、そうな君じゃお願いします。危ないと思います。危ない、結構怖いですよ。本当よ、避けると思います多分。早い、本当だね。そうな君すごいサーブじゃない。もう、なんかあの秘訣は何ですか。ちょっと体型があれで力がついてて、はい、うん、もう多分パワーだけだったら、すごいパワーだね。パワーだったらこの第1ですよ多分。そうなんだね、すごいじゃないですか。ほらちょっとこれやって。いやー、みんなたくましいね。将来ほんと楽しみですよね。え、力こぶ見せて。まだまだだな。はい、まだ全然。もう食べないんで。本当に彼可愛いですけどね。ちょっとじゃあサーブやってみてよ。サーブやってみて。俺もあるわ。おお、なかなかじゃない。じゃあポーズを決めてください。三、二、一。どうですか。低学年のみんなにもお話を聞いてみました。炭治郎マスクかわいいね。ね、これ鬼滅ですね。練習何が一番楽しい。ボール投げるの。ボール投げるの楽しい。だ楽しい。何が楽しい。ボールとか投げるのが楽しい。そうなのか。今何年生。1年生か。じゃあこれからまだまだいっぱいあれだね、ここのスポーツ少年団で練習できるね。これからも楽しくバレーボール続けていってね。少年団のみんなは低学年から高学年までどの子も楽しそうな表情で練習しているのが印象的でした。これからも明るく元気に楽しくバレーボールを続けてもらいたいですね。というわけで今日は5歳バレーボールスポーツ少年団をご紹介しました。みんなこれからも頑張ってね。5歳バレーボールスポーツ少年団では一緒にバレーボールを楽しむ仲間を募集しています。興味のある方は5歳市スポーツ協会までお問い合わせください。さて今週の知得週刊5歳いかがでしたでしょうか。最近私はプチ大掃除をしています。年末にいっぺんにやるよりも小分けにした方がいいかなと思ってやっているんですが、おうち時間有効に使っていきましょうね。それではまた来週、さようなら。